The show is about to begin.私の笑顔が見れたらな。お父さんと喧嘩しちゃったな。どうしよう、あの子の誕生日。そんな時はお家で島を開拓しよう。お家で謎の犯人を追い詰めよう。お家でキラキラ財宝。スゴロク屋はおかげさまで4月22日に創業17周年を迎えました。ありがとうございます。17周年を記念して最新情報や改めてスゴロク屋の取り組みのすべてをまとめてお伝えします。これまで応援してくださった方も初めましての方もどうぞ最後までご覧ください。それではまず代表挨拶からどうぞ。こんにちは、スゴロク屋の丸田です。17周年を迎えることができました。皆さんのおかげでここまで来れました。どうもありがとうございます。今回はですね、17周年ということで、うちのボードゲーム専門の総合企業としてのたくさんの活動、ボードゲームの開発販売ですとか、まあ卸流通ですとか、イベント事業とか出版とか、そういったいろんなことの計画がたくさんありますので、これから見ていただきます。去年は、吉祥寺店というのをオープンしましてですね、高円寺店を離れ、なんと高円寺店を最初に作った店だったんですけども、まあそこを離れまして吉祥寺の新たなお店というのを作りまして、まあ早速たくさんの方に来ていただいて、はい、大変ありがたいです。ありがとうございます。はい、今後ともぜひよろしくお願いします。で、これからの放送はですね、結構長くなるんですけども、たくさんあるので、たくさんある、かつスゴロク屋が、専門、ボードゲーム専門の総合会社みたいなことを歌っていることもあって、メーカーでもあり、小売り、まあ、販売店でもあり、そうですね、あと出版というか、まあ、本を作ったりとか、イベント事業を行ったりとか、ありとあらゆることをやってますので、その辺にまつわることをなるべくかいつまんで、皆さんにお伝えしたいんですが、ちょっとボリュームがあるので、はい、ぜひいろいろ見ていってください。はい、で、期待の新作などたくさんありますし、まあ、かなり面白いものが揃ったんじゃないかなと思ってますので、こちらもご期待いただきたいですし、あと、まあ、コロナ禍で結構いろんなイベントがどうしてもできてなかったんですが、まあ、少しずつ
あのイベントを再開していきたいと思ってますので、そのあたりの予定もぜひお聞きくださいということで、17周年、ぜひすごろく屋にご期待ください、はい、ありがとうございました。それでは一つ目の発表は店舗チームから。こんにちは、店舗スタッフの平井です。現在すごろく屋では国内最大級のボードゲーム専門店を吉祥寺と神保町店の2店舗で運営しています。私たちのお店では子どもから大人まで楽しめる国内外のボードゲームを厳選した上で500種類以上取り扱っているんです。たくさんあるとどれを買っていいかわからないという方にもご安心ください。すごろく屋ではスタッフがお客様にヒアリングをして一人一人に合ったボードゲームを見つけられるようにお手伝いしています。店内もゲームを選びやすいようにカテゴリー別にボードゲームが並んでるんです。 2,3 歳でも遊べる簡単なゲームから緻密な戦略が必要になる重厚なものまで幅広く取り扱っています。またゲームのサンプルをご覧いただくこともできますので、気になるゲームがございましたらぜひスタッフまでお声掛けください。最近はボードゲームを贈り物にという方も多くいらっしゃいます。そんな時もぜひご相談いただければぴったりのゲームをご提案いたします。さらに店頭では無料でラッピングを行っております。すごろく屋のオリジナル包装紙をご用意してますので、ぜひお会計の際にお声掛けください。また店頭での配送サービスを受けたまっております。たくさんお買い物をされた際、離れた場所に住む方にお送りいただく際にもぜひご活用ください。そして店頭ではお買い物だけではなく定期的にイベントも開催しています。吉祥寺店では毎週日曜朝、開店前に4歳から12歳のお子さんと親御さんが一緒に遊べるイベント日朝を開催。こちら神保町店では毎週木曜12時から16時にガチ対戦が熱いボードゲーム体験会を開催中です。ボードゲームに興味がある方ならどなたでも大歓迎です。今後もいろんなイベントを企画開催しますので、ぜひお楽しみに。それでは最後にすごろく屋店舗情報です。営業時間は吉祥寺店、神保町店ともに平日は12時から20時、土日祝日は11時から20時です。月曜日と火曜日は定休日のため、ご来店の際はお気をつけください。すごろく屋のお店のそばには魅力的な施設も盛りだくさんです。吉祥寺店は木のおもちゃやクレヨンハウスさんやリアル脱出ゲームでおなじみスクラップさん、神保町店は行列の絶えないカレーやボンディさんや子どもの本専門店のブックハウスカフェさんがございます。他にもたくさんありますので、ぜひぶらりと散策してみてくださいね。今後もすごろく屋ではボードゲームを身近に感じていただけるよう、さまざまな楽しい発見や体験を提供していきます。明日のご予定に迷われている方、何か新しいものはないかなと探している方、とりあえずすごろく屋行こうという気持ちでお気軽にお立ち寄りいただければ嬉しいです。皆様のご来店を心よりお待ちしております。それではありがとうございました。またお店でお会いしましょう。店舗の平井さん、ありがとうございました。続いては広報チームです。こんにちは、広報担当の萩野谷です。私たち広報チームでは、皆さんと楽しいゲームたちが出会うきっかけをたくさん作るべく、動画や記事を作ったりキャンペーンを企画したりと、日々いろいろな情報を発信しています。昨年からすごろく屋では新たに大人ちょうどいいというジャンルを作りました。このジャンルは大人が30分から1時間くらいでじっくり集中して遊ぶのにちょうどいい名作ゲームをまとめたものです。一口に大人が楽しいゲームといっても、お酒を飲みながらアハハと楽しめるものから、じっくりじっくり考えて頭がこんがらがりそうになるものまで、いろんな種類のゲームがあります。そのたくさんのラインナップの中から自分にぴったりだと思うものをぜひ見つけてほしいという思いで生まれました。すごろくや公式サイトではもちろん、店頭でも商品に分かりやすくラベルを貼り付けてまとめてご紹介しています。対象となるのはカルカソンヌやパンデミック、カタンをはじめ現在58種類。
どれもユニークで奥深い魅力が詰まった名作たちですので、まだ見ぬちょうどいいを探してみてはいかがでしょうか。そして昨年から始めたことがもう一つ、こちらのフォローアップ通知です。これは知りたい情報だけをピンポイントにお届けするサービスで、スゴロクやウェブサイトから受け取りたい項目をお選びいただくと、それに関連した新情報がメールで受け取れます。このゲームの発売日が知りたい、スゴロク屋のイベント情報が知りたい、などなど、項目をポチッとお選びいただくだけで便利にお使いいただけるサービスですので、ぜひご利用ください。その他スゴロク屋では YouTube 公式チャンネル、 YouTube ラボチャンネル、 Twitter、LINE アット、 Instagram、 TikTok など、さまざまなメディアで情報発信を行っています。ぜひ登録してみてください。ここからは今後のお知らせです。今年の夏は少し足を伸ばしてお出かけの計画をされている方も多いのではないでしょうか。すごろく屋ではそんな皆さんのお出かけをボードゲームでもっと楽しく彩れるように、トランクにボードゲームを、略してトラボドキャンペーンを実施予定です。退屈しがちな移動時間、のんびり過ごす旅館での夜、ボードゲームでもっと旅行が楽しい思い出になるような提案ができるように準備を進めておりますので、ぜひチェックしてみてくださいね。さらになんとすごろく屋の人気商品がちっちゃくなって、タカラトミーアーツのカプセルトイガチャになります。実物はこんなサイズ、とっても可愛いですよね。ラインナップはバンディド、なんじゃもんじゃ、なんてった、スマートトランプの4種類。小さいですがちゃんと遊べる本格仕様です。こちらはタカラトミーアーツさんとのコラボレーションで、5月下旬から全国のカプセルトイコーナーに順次導入されます。スゴロク屋のお店やゲームマーケット2023春のスゴロク屋ブースにも設置予定ですので、お立ち寄りの際にはぜひ回してみてください。2023年も新しいニュースが目白押しなスゴロク屋、皆様にとりあえずスゴロク屋行こうと思っていただけるよう、楽しくて便利な情報発信をどんどん行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。広報の萩野屋さん、ありがとうございました。次はイベントです。お願いします。こんにちは、イベントスタッフの古田です。私たちはボードゲームの魅力をより多くの方へ伝えるためにイベントの企画運営を行っております。まずはこの1年間の主な活動をご紹介します。昨年は21件ものイベントに出展いたしました。例えば東京ビッグサイトでのゲームマーケットや池袋東武百貨店でのポップアップストア、さらに東京ドームシティ宇宙ミュージアム天球での企画展で触って遊べるゲーム展示などを行い、どのイベントも大好評でした。また皆様のお近くのボードゲームカフェやショップ、時には地域の交流会で体験会を行うこともあり、大変好評をいただきました。お越しくださいました皆様、誠にありがとうございました。そして今後のイベントについてのご案内です。5月13日14日には東京ビッグサイトにてゲームマーケット2023春へ出展いたします。今回のすごろく屋ブースでは忍者バナナ体験会を開催いたします。好評発売中の忍者バナナのゲーム体験をはじめ、作者のロベルト・フラガさんがフランスから来日し、サイン会やトークイベントを行います。フラガさんに会えるまたとないチャンス、ぜひふるってご参加ください。またここ数年間は感染症対策のためイベントを自粛しておりましたが、徐々にイベントを再開しております。その一つとして、コロナ禍で3年ほど開催を自粛しておりました松本太一先生による
アナログゲーム療育講座がこの度復活いたします。アナログゲーム療育講座は多く再開のご要望をいただいておりました。再開を待ち望んでいた皆様、大変お待たせいたしました。こちらの講座は主に知的発達障害のあるお子さんや成人の方も対象に、カードゲームやボードゲームを使ったコミュニケーション力を育てる療育講座です。この講座ではアナログゲーム療育に携わる療育アドバイザーの松本太一さんが講義と実際のゲーム体験にてこのノウハウをお伝えいたします。復活の第1回目は4月23日吉祥寺駅から徒歩4分の会場にて開催いたします。ご興味ある方はぜひご参加くださいませ。他にも企業や教育機関向けにボードゲームを体験いただく出張イベントも受けたまわっております。場を盛り上げてほしい、研修を行いたいなどのご要望に応じてオーダーメイドでご相談いただけます。ご興味ある方はぜひお問い合わせください。今後もイベントチームではボードゲームって面白い、楽しいと感じていただくために、皆様にとりあえずすごろくや行こうと思っていただけるイベントを企画してまいります。皆さんのご参加を心よりお待ちしております。ではイベント会場でお会いしましょう。イベントの古田さん、ありがとうございました。続いては制作からゲームの情報です。こんにちは、制作チームの中村です。私たちはスゴロク屋の自社商品の制作、ローカライズやお店を含めたスゴロク屋全体のデザイン面を担当しています。昨年1年間では厳選に厳選を重ねたえりすぐりのボードゲーム140タイトル以上が取り扱いに追加されました。その中でスゴロク屋の商品としてはポシリス、フィヨルド、アメリアの秘密、音速飯店など年間で22タイトルを発売しました。今年もすでにポンジスキームやダイスキングヘゲモニーなど続々新作が登場しています。そして2023年はこれからも新しい商品の予定が目白押し、今後の新作を詳しくご紹介します。赤の大聖堂打ちつくにへの使者は2021年11月に発売された赤の大聖堂待望の拡張版です。ではこちらをご覧ください。新たな特典要素や特殊効能を加え戦略の幅を広げる追加ルールと10種類の追加カード、6種類の新設計図が加わる拡張セットです。タイトルにもある通り、この拡張では死者ルールという新ルールが追加されます。6つの都市に死者を送り込み専門家を雇用することで様々な特殊効能を得て建築を有利に進めることができます。さらに基本セットの4種に加え新たなギルドが10種類も追加されます。任意の建材の代わりとして使えるダイヤモンドを手に入れる宝石賞、市場でより多くのアクションを実行できる卸売賞、資材の一つであるレンガに特化した能力を持つレンガ鋼など、どれもユニークで戦略に幅をもたらしてくれるものばかりです。こちらの赤の大聖堂打ちつくにへの使者は4月28日発売予定です。楽しみにお待ちください。続いてはチューリングマシンです。ドイツのエッセンで毎年行われる世界最大級のボードゲーム見本市エッセンシュピールでも話題になった注目作です。ゲーム内容はこちら。あらかじめ設定された3桁の秘密コードを誰よりも効率よく突き止めることを目指すゲームです。手がかりとして得られるのは含まれる奇数の数や桁同士の数字の代償関係といった3桁のコードが持つ特性です。この特性を知るために使うのは穴あきカードを重ねて判定を得る不思議な判定器です。これを使ってテストを繰り返す歯応え抜群の論理パズルゲームです。
問題数はなんと700万以上。毎日更新されるデイリーチャレンジに挑戦できたりと、やりごたえ抜群の大注目作です。こちらのチューリングマシンは今年の夏ついに発売予定です。全く新しい面白さを味わえるこのゲームの続報をぜひお待ちください。次にご紹介するのはハバの名作復刻シリーズ。第1弾速攻休み、第2弾お菓子の魔女、そして第3弾金庫破りの時期と、スゴロク屋ではこれまでもドイツハバ社の名作をお届けしてきました。今年新たにお届けするのはサイトシーイングとかくれんぼお化けです。かくれんぼお化けは小さなお化けになって悪霊ごっこで他の人を驚かせる予想ゲームです。悪霊役の一人は待ち伏せする部屋を一箇所選び、他の人は悪霊役がいる場所を避けるように動きます。小さなお化けたちは隣り合った一部屋ずつしか移動ができません。みんなの移動先を予想して一網打尽にしようとする悪霊役と、それを見越して移動先を決める小さなお化けたちの心理戦が楽しい、子供から大人まで幅広く楽しめるゲームです。このかくれんぼお化けも間もなく発売予定ですので、続報をお待ちください。その次に予定されているのはサイトシーイング。全員で同じバスに乗り込みヨーロッパ旅行を楽しむゲームです。パリ、ベルリン、ロンドン、ヨーロッパのさまざまな都市を巡るため交代でバスを進めますが、それぞれ行きたい都市はバラバラ。ライバルが目指していそうな都市は避けつつ、自分の目的地を目指しましょう。こちらのサイトシーイングは今後も続々と新しい情報をお届けする予定です。楽しみにお待ちください。他にも2023年の新作はまだまだあります。昨年秋のゲームマーケットで体験ブースを展開したコスモポリートも年内発売予定です。このゲームではアプリと連携して様々な国の言葉を使って遊びます。聞き慣れない響きの料理名を聞き取って、時間内に協力してお客様に提供するチームワークが問われる協力ゲームです。グランドキウイはあえて不正解しなくてはならない少し珍しいクイズゲーム。物知りなキウイの王様の機嫌を損ねないように、さまざまな雑学クイズの正解を予想しつつ、あえて不正解を選びます。全く聞いたこともないような世界各国の雑学を知れる、知的好奇心を刺激されるゲームです。発売から5周年を迎えたデクリプトは新版にリニューアルします。説明書が大幅に改訂されてより分かりやすくなり、ゲームに使用するワードも一新されます。今後も新しいゲームが続々と登場予定です。ぜひスゴロク屋のホームページ、 SNS などで情報をチェックしてみてくださいね。これからもスゴロク屋では新しい面白さや発見のある楽しいボードゲームを皆様にお届けします。スゴロク屋のお店に並ぶ500種類以上の商品はどれも厳選された魅力的なものばかり。しかもほぼ毎月ラインナップが一新されていきます。とりあえずスゴロク屋行こうと思っていただけるような、たくさんの魅力的な商品を取り揃えて皆様をお待ちしています。これからもどうぞよろしくお願いいたします。制作の中村さん、ありがとうございました。続いては営業チームです。こんにちは、営業チームの義母です。皆さんの身近なお店にスゴロク屋のボードゲームが並んでいるところを見たことはありませんか？またボードゲーム屋さんではないけれど、いつの間にかボードゲームが買えるようになっているということはありませんでしたか？私たち営業チームは皆さんの身近な場所でボードゲームが買えるようにする業務を行っております。最近ではボードゲームの専門店や量販店だけではなく、書店、文具店、さらには洋服店やキャンプ用品店など、さまざまな場所でボードゲームを購入できるようになっています。我々は商品をただ納品しているだけではありません。ボードゲームの面白さをお届けするために、
お店の方と相談しながら商品の並べ方を考えたり、商品の紹介ポップを作ったりと、さまざまな販売のお手伝いもしております。またボードゲームの魅力をよりたくさんの方に伝えるために、百貨店や書店などでイベント出店をすることもあります。季節の特集で組んだり、実際に商品を遊べるようにするなど、皆さんにボードゲームをもっと身近に感じてもらうための企画を考えております。実演販売も行っているので、皆さんにお会いすることがあるかもしれませんね。その他にも新たなサービスを始めています。まず1つ目、スゴロク屋の新作ボードゲームを発売日に 10% オフでお得に、しかも日本全国の提携店で受け取りができるスゴロク屋公式予約サービスです。参加いただいているお店は日に日に増えており、現在北海道から沖縄まで170店舗を超えております。スゴロクや公式サイトでの購入ももちろん便利ですが、最寄りの提携店での受け取りにするメリットもあります。それは皆さんのおなじみのお店を応援できたり、近くにあったけれどこれまで気づかなかったお店をこの店舗受け取りをきっかけに発見できたりすることです。ぜひスゴロクやウェブサイトの提携店リストからお近くの店舗を探していただき、スゴロク屋の最新作をゲットしてみてください。そして2つ目はボードゲーム屋さんを始めたい方必見、スゴロク屋スタンドです。ボードゲームを販売してみたいけど何から始めていいかわからないという方はいらっしゃいませんか？なんと最小限の手間とスペースで高品質の小さなボードゲーム売り場をどこでも簡単に始められる新しい販売展開の仕組みができました。スゴロク屋がおすすめする厳選ボードゲーム約20種類をどんなお店にも合う専用商品棚とセットで導入いただきます。まるで小さなスゴロク屋が店内に現れたかのように、ボードゲームを扱うのが初めての方でも安心して商品を販売いただけます。スゴロク屋スタンドは場所や業態を選ばずに設置が可能です。すでに学習塾やバー、精肉店などさまざまな業種のお店にスゴロク屋スタンドを取り入れていただいています。もちろんスゴロク屋のノウハウを生かした研修や勉強会、売り場相談などバックアップも充実しております。ご興味のある方はスゴロク屋ウェブサイトをご覧ください。そして6月8日から11日には東京ビッグサイトで開催される東京おもちゃショー2023に出展いたします。もしご来場される機会がありましたら、ぜひスゴロク屋ブースにお立ち寄りください。お待ちしております。また私たちは企業だけではなく学校や学童へのボードゲームの普及にも力を入れており、教育機関向けカタログの作成やゲームの紹介イベントも行っています。教育機関にお勤めの方でボードゲームの導入をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください。無料カタログをお送りしております。これからもボードゲーム文化の発展のために身近に購入できる場所を増やしていきたいと思っております。ぜひともとりあえずスゴロク屋行こうという気持ちで、お気軽にお近くの取扱店舗へと足を運んでみてください。もし身近なお店でスゴロク屋の商品を見かけたら、スゴロク屋が頑張ってるんだなと少しでも思い出していただけると嬉しいです。今後ともよろしくお願いいたします。営業義母さん、ありがとうございました。
次は電脳チームです。こんにちは、電脳部の吉田です。私たちは公式サイトの改修・保守やボードゲームのアプリ制作を行っております。アプリのご紹介です。スゴロク屋ではボードゲームだけではなく、実はアプリも開発していることをご存知でしたか？まだボードゲームをご存知ない方にもその魅力を届けられるように企画・開発を行っております。ボードゲームを購入する前にちょっと試してみたい方は、ぜひスゴロク屋のゲームが気軽に体験できるスゴロク屋アプリを使ってみてください。このアプリでは人気ゲームのなんじゃもんじゃをお試しいただけます。音声認識を利用してキャラクターに実際名前をつけたり、つけた名前を呼んだり、なんじゃもんじゃの魅力をそのまま体験いただけます。他にも紙とペンさえあれば楽しめるゲームを集めた書籍、大人が楽しい紙ペンゲーム30選、こちらを遊ぶのに便利なお題提案機能もあります。お出かけ先のちょっとした空き時間ですぐにゲームができ、いつも退屈な待ち時間も楽しい時間に変えられます。そして頭脳戦が楽しい本格派なゴブレットゴブラーズのアプリもございます。大人気の2人用ボードゲームを CPU と対戦でき、友達との対戦前の練習や CPU との勝ち抜き戦を楽しめます。こちらのアプリは無料版と有料版の2種類あり、有料版の方は難易度の選択ができます。特に AI にこだわって作り込み、有料版で対戦できる鬼級難易度は白熱した対戦を体験いただけます。腕に覚えがある方はぜひこれを機にお試しください。他にもバンディド、スズメジャンの体験アプリもございます。ボードゲームって面白いと思ってもらえるきっかけとして、今後もアプリ開発を進めてまいります。電脳部では皆様がとりあえずスゴロク屋行こうと思っていただけるような、より便利で楽しいサービスやアプリを開発中ですので、ぜひご期待ください。これからもどうぞよろしくお願いいたします。電脳の吉田さん、ありがとうございました。続いては通販です。こんにちは、通販業務を担当している配送部の松岡です。私たちは皆さんからご注文いただいた大切な商品をご自宅へお届けするため、ここスゴロク屋倉庫から出荷手配をしています。現在500以上の商品を取り扱っているスゴロク屋ですが、皆さんスゴロク屋の店舗には行ったことがありますか？行きたいけど近所にスゴロク屋がない、そもそもボードゲームを購入できるお店がない、そんな方もきっと多いのではないでしょうか。そんな時はぜひスゴロク屋ウェブ通販店をご利用ください。それでは実際に通信販売を使って購入してみましょう。まずはスゴロク屋公式サイトにアクセスし、取扱いゲームリストのページから欲しい商品を探します。キーワード検索はもちろん、人気順や価格順、スゴロク屋の定番おすすめゲームなど、購入条件やお好みに合ったゲームを探すことができます。またここで商品の在庫もチェックできます。通販の在庫はもちろん、スゴロク屋の吉祥寺店や神保町店の在庫もリアルタイムで更新されるので、実はお店に買いに行くときもとても便利なんですよ。購入する商品が決まったら右上のカートマークをクリック、カートの中身を確認し注文手続きへ、お品物と個数を確認して次に進むと、ラッピングの有無を選択できます。ボードゲームは贈り物にもぴったりですよね。続いてご注文者様の連絡先とお届け先を入力して配送方法の設定です。ポストに入る小さな商品なら投函便で、そうでない商品は宅急便でお送りします。日時指定等をご希望の場合は大和宅急便コースをご指定ください。ウェブ通販店ならご購入から当日15時までのご入金で、最短当日出荷も可能です。急なイベントで必要な場合も安心ですね。次に支払い方法を選択。ウェブ通販店では6000円以上のご購入で送料の割引も行っております。たくさん商品を購入して送料分をお得にしちゃいましょう。そして最終確認が済んだら注文ボタンを押します。これで注文完了です。ここでスゴロク屋の新しいサービスのご紹介です。スゴロク屋では今年から新たに会員サービスが追加されました。会員になると先ほど入力したお名前や送り先など情報を記録しておけます。
次回からよりスピーディーにお買い物をしていただけたり、新作やお得な情報がいち早くメールで届きます。ぜひご利用ください。さて、注文も完了したので、どのように出荷されるのか、ここで配送部を見てみましょう。無事皆様のもとへ届きますように。またすごろく屋では今年も周年セールを行います。セール期間中は通常よりもお得な価格でお買い求めいただけます。さらに今年は会員限定の抽選販売を予定しておりますので、皆様ぜひご参加ください。では抽選購入の方法について詳しいご紹介です。松岡さん、ありがとうございます。抽選購入の説明をしていきたいと思います。今回ですね、うちのウェブサイトでの通信販売での、全国に発送するための購入ができるわけですけども、そこの機能を拡張しましてですね、抽選購入という新しい仕組みを導入しています。今回のセールから、その機能が使えるんですけれども、これ何かというと、いろんな商品が、皆さん欲しいと言ってる。でも、その数だけ潤沢にない、かなり少ないといった場合に、早い者勝ちではなく、ある程度の期間、今回で言えばセール終了までの期間を設けまして、その間に誰でも応募はできる。けれども、最終的にこれを買えるのは、決まった個数の、限られた個数の分ですよというのを抽選で決めようという、そういう仕組みです。で、よくあるといえばよくあるんですが、何が違うのかというと、複数まとめて応募ができるというのがポイントです。例えば、この4つあってですね、A、B、C、D を言ったときに、この2つ A、B が抽選の対象品で、残りは普通に買えるものっていうふうなことが混ざって存在しています。今までの通販のカートに入れたりというのと全くやり方は変わりません。で、この二つに対して、A と B っていうのがあったときに、A、B、C、D、E、全部買うこともできますし、もちろん A と C だけというふうに買うこともできます。で、例えばこれ全部買ったとしたときにどうなるかというと、まず、これらがの、抽選がまだ終わってませんので、購入は確定はしません。で、この B、その CD、この通常品は確保しているんですけども、この AB を抽選を終えた後に、例えば B は当たったけれども、A は外れたという、この状態になった場合、A の金額というのはもちろん発生せずに、この BCD という金額が発生してお買い上げいただくと、そういう仕組みになっています。ですので、いろんな、今回、たくさんの特価品という形で、セールの対象になるんですが、それらを、ウェブサイト上で、今も公開されてますので、それを見ていただいて、どれにしようか、あれにしようかというのを考えつつ、この後ですね、17時ですね。はい、17時から、実際に応募ができますので、その時に、それをカートに入れて、で、実際に購入手続きにしていただいて、抽選時、24日の12時に抽選を行いますので、その時を楽しみにしてくださいという、そういう仕組みになっています。で、今回ですね、会員サービスというのを設けましたので、その会員にならないと、この抽選購入ができないんですが、普通に住所とかメールアドレスを入れていただくだけですので、そちらからご利用ください。で、そして、この抽選購入の仕組みは、今回のセールに限った仕組みではありませんで、今後もですね、希少な、本当に入荷数が少なくて、皆さんに行き渡らないんですというようなものにも適用していきますので、メールですとか、あとツイッターですとか、そういったうちの発信の情報を見ていただいてご利用いただければと思います。そして、この会員のサービス、かなり、充実させていく、第一弾でこの抽選購入ということで、今後もたくさんいろんな、機能というか、たくさん便利な、楽しい、サービスをたくさん提供していきたいと思いますので、ぜひ皆さんご期待ください。いかがでしたでしょうか。すごろく屋のウェブ通販でしか購入できないお得なセールにぜひご参加ください。さて、最後になりましたが、今後も私たち配送部では丁寧で迅速な対応を心がけ、皆様にボードゲームをお届けしてまいります。とりあえずすごろく屋へ行こうと、お手元のスマートフォンやパソコンから気軽にご利用ください。
ありがとうございました。各チームの皆さん、発表ありがとうございました。たくさんの取り組みが進行中ですね。今後お楽しみに。さて、ここで改めてスゴロクや17年の歴史を年表で振り返ってみましょう。スゴロク屋は2006年4月22日に開業しました。最初のお店は高円寺駅南口にあったんですよ。そしてここから様々な活動が始まります。2008年10月、スゴロク屋オリジナルゲームの第1弾すすめ海賊さんが発売されました。2010年8月、スゴロクやオリジナルゲームの第2弾イチゴリラが発売されます。2015年11月、犯人は踊る発売。これまで発売されていた名作ゲームをさらに改良を加えてスゴロクやバージョンとしてリリースするようになりました。2016年2月、なんじゃもんじゃ発売。今や大人気ゲームになりました。人気 YouTuber の方に取り上げていただいたり、メディアへの露出が一気に増えました。そして2018年4月21日、スゴロク屋2店目、神保町店がついにオープン。同じ年の8月には第1回スゴロク屋祭も開催されましたよ。ここからは新作ラッシュ。あまりにも数が多いので、スタッフの一押しをご紹介します。2019年6月発売、カルデル。有名なゲームデザイナーライナー国津屋さんが作ったゲームです。国津屋さんからビデオメッセージもいただいていましたよ。カルテルは残念ながら絶版が決まっています。気になる方は今回のセール中に購入するのがおすすめですよ。2020年2月発売、ドラゴンを探しに。フランス初の大人気ゲーム絵本の第1作目。大冒険に出かけようシリーズとして5作目まで発売されています。現在こちらのゲーム絵本になぞらえて名店に出かけようという動画企画が進行中。素敵なお店と出会えるきっかけになるかも。2020年6月に発売された、戦えスーパーキャッツ。毎月22日は猫の日ということで、店頭では戦えスーパーキャッツの試遊をしています。猫とボードゲームのツーショットが SNS に上がることも。2020年9月発売、ニダベリア。こちらのニダベリアはファンも多いので、豪華絢爛化セット王家の秘宝というグレードアップできるアイテムも発売されていますよ。2020年11月、赤い糸大作戦発売。あの高校生の甘酸っぱい動画を皆さんご覧になりましたか？このゲームは他にはないドキドキが味わえるゲームなんです。イラストはなんとイラストレーターの多田玲子さん。柔らかいアートワークが素敵ですよね。2022年4月、スマートトランプ。扱いやすい大きさ、両機器対応のデザイン、一目でわかりやすい数字が特徴の新しいトランプです。またスゴロク屋からは大人が楽しいトランプゲーム30選という本も発売されていますよ。定数計算がしやすくなるスマートチップと合わせてトランプゲームをぜひ楽しんでみてくださいね。そして昨年、音速飯店が発売されました。現在スゴロク屋の人気商品ランキング1位です。これを遊んだ後は中華料理が食べたくなりますね。2022年12月2日、高円寺店が移転となり、吉祥寺店がオープンします。そして2023年、今年に入って、スゴロク屋テーマソング、スゴロク屋に行こうが公開されたり、新商品、ポンジスキーム、ディスクカバー、
ライスキングヘゲモニーが発売されるなど、精力的に活動しております。これからもスゴロク屋は、皆様に楽しんでいただけるような活動を目指していきます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。そしてこの後17時からはお待ちかねスゴロクや年に一度の周年セールがスタートします。セール期間はスゴロクや公式通販サイトでは4月20日午後5時から4月24日朝10時まで、吉祥寺店神保町店では4月21日22日23日の朝11時から夜8時までです。通販でのセールでは会員登録をしていただくと抽選購入に参加できますよ。詳しい情報は別の動画でご紹介しております。ぜひそちらをご覧ください。いよいよこの後すぐセールの開始です。お買い物をお楽しみいただき、素敵なボードゲームライフをお過ごしください。皆様のおかげで17周年を無事迎えられました。今後ともすごろく屋をどうぞよろしくお願いいたします。